い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はノーブルガバメント、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。山のモントレー、差し切った。山のモントレー1着、山のモントレー1着、2着はノーブルガバメント、見事に勝ちました。山のモントレー、萩野リアルキング完敗です。着外に沈みました。直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭は山のキャップ、しかし後続の足色もなかなかいい。エアビグラス先頭、オーセンエーデン、エアビグラス追いすがります。オーセンエーデン、オーセンエーデン1着、2着にはどうやらエアビグラス、見事に勝ちました。オーセンエーデン、エアビグラス2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立ったフーザビクトリー、残り 100m、 フーザビクトリー先頭、成田トップロード、ファイナルチーフ伸びない。成田トップロード、成田トップロード1着、2着は微妙です。見事に勝ちました成田トップロード。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭はエターナルビート、しかし後続のアピードもなかなかいい。エターナルビート、先頭ゲイリンエトワール、バラードロンテティブ追いすがります。ゲイリンエトワール、ゲイリンエトワール1着、2着にはどうやらバラードロンテティブ、見事に勝ちました。ゲイリンエトワール、エターナルビート完敗です。着外に沈みました。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはスピークゲスト、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はクロスバンダム、残り 200m スピークゲスト先頭だ。残り 100m スピークゲスト粘る、イエロー鈴鹿迫る、スピークゲスト、スピークゲスト1着、2着にはどうやら山の風船、見事に勝ちました。スピークゲスト、イエロー鈴鹿敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は山のルナパーク、山のルナパーク先頭です。引き離しにかかりました。あと 200m 山のルナパーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は当選ヨーク、山のルナパーク1着、山のルナパーク完勝。山のルナパーク1着、2着はベトワールラック、これは物が違う。山のルナパーク、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったテスコフラッシュ、メジロドーベル先頭、2番手はラッツコーラル、メジロドーベル先頭、ヘリマスティック追いすがります。メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらヘリマスティック、勝ったのはメジロドーベル、シルクジャスティス敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはメジロフレンド、先頭。2番手は山のジェネラル、先頭を捉えるか。あと 200m、 山のジェネラル伸びてきた。先頭は山のジェネラル、スペシャルウィーク追いすがります。山のジェネラル先頭だ。山のジェネラル1着、2着にはどうやらスペシャルウィーク。山のジェネラル見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。